はい、どうもこんにちは。本日はバトカーフェスで入手したシンゴのスペシャルカードを使って遊んでいきたいと思います。で、76とまだレベルは低いんですけど、このホーリークリスマスシンゴにバーニングシンゴを装備させて遊んでみたいと思います。で、このカードを装着するとクリティカル率が10秒間 10% アップします。で、他のカードはいつもの大好物と平和交代になります。で、このシンゴなんですけれども、コア効果がまず敵を倒すとアクティブスキルクールタイムを減少させてくれるものがついてます。これはなかなかいいと思います。そして2つ目はフィールドに敵がいると攻撃力がアップできるものがついてます。で、スキルなんですけど、3つともやや7回目なんですけれども、シンゴにシンゴをつけるとスキルクールタイムが1秒減少してくれるので、シンゴにシンゴをつけてやってみたいと思います。で、敵がいっぱい出てくるこの道場でまずはやってみたいと思います。レディーゴー。俺がかっこよく食らいつけてみせる。くらえ、シンゴキック。今度は逆に普通のガチャで手に入るシンゴにクリスマスシンゴをストライカーにしてやってみたいと思います。こちらも同じくスキルクールタイムが1秒減少します。さあ始めようか。レディーゴー。俺がかっこよくやってみるのか。くらえ。
俺の勝ちだ。 You win! やったぜ。はい、そして最後にエピッククエストにて先ほどのクリスマス前後に星6のバトルカードをつけてこのような編成でやってみたいと思います。レディーゴー。俺がかっこよくやっつけてみた。クレーズ進行キック。クレーズ進行キック。すごい危ない。機関ウィッシュバッティドクリーケンカクレーズ進行キック。任務を全うするまでのこと。クレーン進撃キック。すごい危ない。キャッタ機関ウィッシュバッティ。油断したな。クレーン進撃キック。遅い。ビッシュバッティ。クレーン進撃キック。遅い。はい、いかがだったでしょうか。今回使ってみた慎吾の星6のスペシャルカードなんですけれども、これを装備して遊んでみたところ、とても爽快感がありスピーディーで楽しく感じました。しかし現状、この慎吾というキャラクターはこのキングオブファイターズオールスターで強いキャラクターがいないので、今後実装される慎吾で強いものが出てきた時にこの星6のスペシャルカードが生きてくるんじゃないかなと個人的には思います。それでは本日はこの辺で。